い、鷹の爪団です。ああ、わかりました、失礼します。誰からじゃ、入社君。山木の石川さんですよ。また本社に来てほしいかもって。ん、かも。鰹節の宣伝をまた手伝ってもらうかもしれないけれど、ちょっとわからないって言ってました。なんじゃそのふわふわした感じは。まあ、とりあえず行ってみますか。ね、全然現れないぞ石川さん。もう約束の時間過ぎてるんだけどな。あー、鷹の爪団さん、お待たせしました。あ、石川さん、なんだよその格好。いや、なんかよくわかんないけど新しい扉開いちゃったみたいな。うん、で今度宣伝する鰹節というのは。あー、これっぽいですね。花ふわり。はい、山木が創業以来鰹節屋として長年培ってきた技術を生かして、通常よりも薄く削った鰹節です。ふわっと華やかな見た目ととろけるような口当たりが特徴で、いつものお料理がもっと美味しくおしゃれになるみたいな。うん、確かにとても華やかじゃ。この花ふわりの宣伝プランを毎日朝から晩まで考えてたら、僕自身もなんかふわふわしてきちゃいまして、最近じゃ仕事が手につかないし、女子に毎日地に足つけろって怒られてるみたいな。ダメ人間じゃねえか。そういうわけなので、とりあえず鰹節広めたい宣伝知人の鷹の爪団さんなら、なんか物珍しくてそれらしいプロモーションをしてくれるんじゃないかなと、なんとなく思ってまして。いや、ふわふわした注文じゃな。よし、そういうことなら任せろ石川っち。俺たちが見事花ふわりをいい感じにあれして、ネットでバズらせてみせるかもしれないぜ。いや、吉田君までふわふわしてきた。ってなわけで、山木と鷹の爪のふわっとふわっと大作戦、近日スタートかもしれない。乞うご期待かもしれない。